顎先に当てることで脳を揺らして意識を断つ。そんな戦い方してくる人がおるんやなんて、マジびっくりや。おお、今回からこの空き部屋じゃなくて309号室に住むことになった神梨のぞみです。聞きたかったんだけどさ、私たちどっかで会ったことあるかな。あ、私水沢葵。わかってるよ、真面目だな。まあ多分3人いると思う。アティスマータ新王国第一王女、お前の帝国を5年前に滅ぼした新王国の姫だ。何を寝ぼけておる創世の陰陽師。この溢れんばかりの明かりで闇に飲まれてほうけたその眼を覚醒させよ。これはそのための光である。それは、私、あの子とは二度と関わりたくないんです。帰ってくれませんか。少佐、ガウス番のボーデン隊から。現在確実に連絡が取れて、すぐに動ける船が我々しかないらしい。ソイラテって言います。新しい場所で自分らしい生き方を探せればと思っています。私たち親の都合で引き裂かれて、誰にも邪魔されずに二人。ごめんなパパ、うち久しぶりにパパに会えて、それでつい。あんた昨日のまたやってんの。そこにいなさいよ。やましいことないなら見せなさい。よこしな。ちょ、あの先生、よかったら今度うちに来てもらえませんか。今の先生のお話、両親にも聞かせたくて。ちなみに質問なんですが、ハグとは姉の何を知るための行為ですか。ヴァンパイアの性質ですか。姉の人間性ですか。初めてだよね、エータ先輩から声かけてくんのってさ。じゃーん、すごいでしょ、金賞だよ金賞。おかげでベンさんが写真部あと1年残せるように掛け合ってくれるんだって。アスカー、ダメよアスカー、そっちに行っちゃダメ。私がいる。あなたのことを誰よりも大好きな私が。アスカー、アスカー、行かないで。明るさも、その奥の悲しみも強い。